こんにちは、アイチャンネルのオーナーアイです。本日もご視聴ありがとうございます。ということで、今回のテーマは大きい箱が出てきました。こちらのずっと後ろにあるバッグ、気になる方も見てくださってる方はいたと思うんですけど、こちらは全然スポンサーとかでもなくて、いつかコラボしていただけたら、コラボっていうんですかね、関わらせていただけたらすごく嬉しいってことで、私がファンのブランドで、マルニさんがすごく好きなんですけど、今回こちらのマルニさんの中でも、同じ姉妹ブランドのマルニフラワーカフェさんですね。こちらのブランドが価格的にもお手頃で、デザイン的にもマルニさんとまた違ったデザインで商品展開もされていて大好きなんですけど、今日はそのマルニフラワーカフェさんがちょうどイベントを大阪と東京と福岡で開催されていたマルニストーンマーケットが先日名古屋でも開催されたんですけど、そちらの時に私は行かなかったんですけど、なんで行かなかったのかっていうところが、欲しい商品が名古屋ネット限定販売、すごく残念で、もう行けたら何とかして行かせていただきたかったんですけど、売らないっていうことだったので、諦めてネットで購入ができるっていうことだったので、ネットで買ったんですって言えたらよかったんですけど、やっぱり世の中うまくいかないですよね。それもできなくて、ネットでも買えなかったんです。で、さらに東京開催の時も大阪開催の時も福岡開催の時も、全部ネット販売は全国のマルニフラワーマンカフェさんのファンの方がネットの応募はできるってことだったので、毎回私も事前にクレジットカードの登録をして、事前準備をして、時間ぴったりにいつも待機してたんですけど、ダメですね。プロの方が、転売ヤーさんっていうんですかね、もうプロの方が早すぎて3秒ぐらいでサーバーエラーになってダメだったので、これは一体何なのかってなりますよね。ネットでも買えなかったんですよね。人気なんですよ、すごく。で、私が欲しかったデザインの柄が一番人気みたいで、ここにつながるんですけど、今回の名古屋開催の時はネットかろうじてつながったんです。あ、来た来た来たと思って、もう購入ボタンも押して、クレジットカード登録も終わって、で、あとはもう決済処理ってなった時に、お客様の欲しい商品はカゴの中に入っていませんって出てきてしまって、えってなったんですよね。でもカゴの中には入っていないんですけど、他の商品どうしますかって出てきたんです。他の商品を確認すると、その私が欲しかったデザインと柄のバッグ以外は全部選べたんです。あと押すだけっていう状況だったので、もうそうなっちゃうと無駄遣いしちゃいますよねっていうのがこちらです。前置き長くなりました。私もまだこれ開けてなくて、
さっき時間かからないようにカッターで印だけつけてきたので、すぐ開く状態にはなっています。で、開けてみたいと思います。初めて見ます。私もどうやって届くんですかね。こんな感じです。すごい大きいですね。おーおー、うん、こちらです。実はこちらの色違いはもう持ってるんですよね。なのにもう購入権利が、あるということで買っちゃいました。こちらが証明書でした。で、マルニマーケット、この度はマルニマーケットオンラインサイト販売サイトにて、こちらの丸々バッグを購入いただきありがとうございます。以下製品の特性についてご理解いただけますようお願いいたします。手作りで作られています。雨などでは色落ちする可能性があります。ロゴプレートやハンドル、レザーの部分は、かすれや濃淡は商品の特性なのでクレームはなしにしてくださいね。はい、ではこちらの商品、今回欲しかったものとは別のもの、開けてみたいと思います。本当に今初めて初対面です。現物も見たことなかったので、ネットだけで可愛いなぁとは思っていて、持ってるバッグの色違いだから買うのはやめておこうって思ってたんですけど、これも運命かなと思って、巡り合わせは大事にしたいですね。いきます。じゃん、あらまだ頑丈に、はい、こちらの柄です。こちらもすごく人気で、今転売価格がだいたいいくらなんですかね、3万超えぐらいで売ってるのよく見かけるので、1万5000グラスぐらい、3万5000とかでも売られてますよね。はい、こちらのバッグです。ちゃんとタグと価格もついてますね。値札も、一度私も正規店のイベント行ったことあるんですけど、正規店で買うとここカット、ね、値段のところはカットされるので、ついてるのはオンラインの特徴なんですかね。タグもついてますね。どうですか、可愛くないですか。持ってる人も多そうですよね。でもなかなか手に入らない色味とのことなので、こちらも私がクリックした、もう1分後ぐらいには完売してました。こちらですね、これから使っていきたいと思います。で、ここで終わると思いきやなんですね。はい、アイチャンネルまだ終わりません。なんと、もうついに、合計で4回東京、大阪、福岡、名古屋、もう4回のネットにチャレンジして、もう買えないってなった、オーナーはどうするかっていうと、まあ、検討するんですよね。これは、まあ、いつ買える見込みがあるのかなとか、あとこれは適正価格というか、その定価で買うってなることは今後あり得るのかなとか、値下がりはあるのかなって思った時に、今こちらの商品も出たばっかりじゃないんですけど、この今のバッグも、でも
19,800円の商品が 35,000円で売っているっていう今のこちらのバッグの相場ってなると、その私が欲しいバッグはもっと人気で、こんなに買えない状況でいつ値下がりするのかなって考えると、もうしばらく買えないなっていうところと、あとバイマ結構使ってるんですけど、バイマのバイヤーさんでマルニのこちらのバッグバイヤーさんから購入して、フランスから購入したんですけど、その時もその商品の在庫確認してもらってたんですけど、ないですって言われていて、で入荷したら連絡しますって言われてたんですけども、そこからもはや4ヶ月が経過している状況で、これはなさそう、ちょっと厳しいと思った時に、いろんな転売サイトを確認し、いくらまでなら自分の中で許容範囲で転売屋さんから購入をできるのかなと思った時に、その中でもお値打ちの方が見つかったらって思っていて、もう分かりますよね、まあ、そこの結果で結局こちらの商品もおそらく 19,600円なのかな、2万円だったら22,000円、ちょっと定価載せますね。 で今回購入をさせていただいたということで、お値段は29,800円、イエーイ、転売屋さんからいただきました。マルニさんが知ると悲しいですよね。でもすごく買いたくてずっと挑戦したんですけど買えなくて、もうこのまま売り切れてしまって、このカバンが持てないって思った時にこう決めました。欲しいものと出会って解決する方法はお金なのかなって思ったんですよね。お仕事いっぱい頑張ってお金で解決できることはお金で解決ができたらいいなって思っていて、お金で解決できないことの方が世の中多いので、お金で解決できるからと思い買いました。ではいきます。どんなバッグなのかって、今度はちゃんとジャンル、はい、じゃん、はい、こちらです。こちらがハンモックバッグ、ブリックレッドっていうお色味になります。ちゃんとついてます、タグも。で先ほど伝えてたんですけど、大阪の方から購入したので、阪急のお店で買ってくださって、そのイベントでここの値段のところはカットされてるので、より本物だなって思いますよね。ここついてる場合はネットでこの転売屋さんは買われたんだなって思うんですけど、ハンモックバッグというバッグで、すっごく綺麗に送ってくれました。シワシワしてるように見えるのは私が撮影前にこうしちゃったのですいません。綺麗でした。ちゃんとこのマルニの巾着袋もつけてくださって、送料込みで29,800円で送ってくださいました。めちゃめちゃ嬉しいです。いつから欲しかったんですかね。今年の春5月ですかね、見た瞬間新色って出た時からずっと欲しくて、もうこの色だけが欲しくて、他のハンモックバッグの色味は特に惹かれなかったんですけど、どうですか、こう今日のね、こう洋服にも合うことないですか、こう。なんでもね、こう合う色味で派手なんだけど地味じゃない、地味っぽくて派手っていう、この何とも言えない色味が欲しくて、届いたら動画で必ず紹介したいなって思っていて、まあ、もっと競争率が上がってしまうんじゃないかなとは思ったんですけど、こんなにね見ていただいてる方もまだ少ない中なんですけども、それでも上がってしまうぐらい可愛いって
思ってるので、でもいいものはぜひ共有させていただいて、ファッションはいろんな方と共有するものだと思うので、この画面上にマルエのバッグが3つありますね。こちらとこちらとこちらですね。はい、なんか私の趣味が分かってきますよね。全部、選びに選んで買っているので、あ、浪費かっていうわけではないので、今までの動画見ていただいても分かると思うんですけど、浪費家ではないので、めちゃくちゃ迷って買いました。ということで、本日の動画ですね、マルニー、フラワーカフェ、マルニーカフェの今季マルニーストーンマーケット一番人気のデザイン、お色をゲットした動画撮影させていただきました。ちょっとね、ズルゲットしたのかズルなのかですけど、でも、ゲットしました。これから、活用してお出かけする機会あんまりないんですけど、出かけるときは持っていきたいなって思っています。ということで、今回の動画ですね、いいね、この商品いいねって思っていただけた方は、マルニー好きになったよっていう方はぜひグッドボタンを、チャンネル登録も、ファッション好きな方も一緒に共有したいです、お願いします。 Twitter、Instagram も展開しておりますのでお願いいたします。 TikTok は現在準備中になりますので、アカウントは紹介させていただいてるんですけど、備考欄のところに、研究してます、やってきます。では、本日も貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございます。また、次回お会いできることも心より楽しみにしております。